ガマラマ山はインドネシアのテルナテ島の全体を構成する塩水に近い形の清掃火山である。島はマルク諸島北部のハルマヘラ島の西の沖合にある。何世紀にもわたってテルナテは高新量貿易を行うためのポルトガル海上帝国とオランダ東インド会社の取の中心であった。火山活動は活発で16世紀初めから80回を 超える噴火を繰り返しており、1775年の噴火は約1300人の死者を出している。2011年12月4日、噴火。2000メートル上空まで物質を排出した。テルナテ市の近郊の住民数千人は火山灰の粒子が町に降り注いだために避難した。12月27日の噴火では6名の死者が出た。火山活動の1ヶ月後には、 ラハールが発生したことで数十名が負傷した。2012年9月にはより激しい噴火が発生した。2014年12月19日にも噴火。噴煙は火口から中上に高さ2キロまで吹き上げられ、噴火開始直後に急いで逃げ出そうとした登山客人が負傷し、一人が行方不明となっている2009年1700年代初期のガマラマ山の噴火の病が、 ポルトガル海上帝国の鳥でも描かれている。ありがとうございます。